弟さんは警察なんですか？弟警察やね、この町の警察ですね。成瀬兄弟はもともと2人とも警察なんだよ。ああ、そうなんですね。で、ゆうこさんは警察を辞めて、まあ、隣町の警察官だったんだよね、俺らも、はい、で、辞めて、汚職して逃げてきてってこと。ああ、そうなんですね。そう、もともとゆうこがこの町に逃げてくるのにいろいろ力を貸してくれたのが力士。はいはいはい。ペラさんたちもゆうこさんと同じタイミングで。いや、あのね、ゆうこの方が先。ゆうこさんが先に来られて、俺らは後から来た。同僚だったんですか、ゆうこさん。あ、同僚。ああ、え、もうみんなですか、お隣に。あ、みんな、うん、ケイン以外のボスが隣町の元警察官。ケインはこの町の元警察官。はい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 。いろいろありましたよね。あ、まあいろいろあったんですね。うん。いろいろね。いろいろ。そうだったんですか。ケインはなんで警察辞めたんだっけ。気がついたら。気がついたら。どういうことですか。気がついたらホットドッグを作りたくなって。そうですね、ホットドッグで世界征服し、はい気がついたらホットドッグで世界征服。まあ俺らが改造したんだよ、ケインを。あれ、それも知らないっけ。知らないです。あれそれも知らないか。俺らが半グレの頃に、まあ、ケイン王の警察官時代のケイン王に出会って、はい、で、なんかケインが自分の弱点をポロポロ言い始めて、はあ、え、こいつ改造したら黒なんじゃねって思って、はい、改造した。はあ、その改造前の記憶とかって残ってるんですか、ケイン先輩は。まあ、ありますよ。あ、あるんですね。そこだけちょっとごめん、肌倉庫やめてくれ、その感じではいはい。じゃあみんなで改造して、うん、チップかなんかを埋め込んで。そう、バニーさんがメカニックだったんで。そう、バニーがメカニックで、ローオーレンがマットサイエンティストなんだよね。マットサイエンティストで、お隣は空き巣してて、うん、手先が器用、はい、で一緒に改造した。ああ、そうだったんすね。そう、ドリブルがうまいみたいな。なるほど、うん。え、それってでも、え、今同じように改造されたりとかしないんですか。あ、もうされない。あ、されないように。セキュリティソフトが入ってますね。そう、ウィルスバスター。あ、ウィルスバスター2000、はい、てかさ、 JD さ、はい、メカニックだよね今。そうですね。あれ、ホットドッグ屋は。ドッグ屋は受けてます。え、店長、私もホットドッグ屋辞めます。え、お前改造されたか。いや、中古車ディーラーをやらないといけなくて。改造されたよな。されてないです。自我が芽生えたってことか。芽生えてないです。じゃあなんで。いいんすか。でもホットドッグ大量の在庫があるので。いや、システム的にそんなことはなあ、ケイン。まあ、この街のためだと思ってください。芽生えてますやん。今のところギャングやめるか、うん、ホットドッグやめるかの二択なんですよ。うわー、それ苦渋だね、それ。団長だね、それは。そうですよね。ね、まあ、天秤に乗せた際それになってます。やばい、改造してる。うん、改造しよう。うん、いや、これホットドッグチップ抜いてる。あ、好きなように生きろ。じゃあリサ戦に12時間ですか。うん、じゃあそれ入れとくね、チップ。この前4時間ぐらいいましたよ。ありがとね、いつも。